はい、ちょっと前に、美和子さんと私で、お仕事の出張でね、岡山の方に行きまして、はい、その時のお話をちょっとしたいなと思うんですけども。あ、いいですね。あのこの話はちょっと前からしたいなって言ってたんですけど、はい、なんかバタバタ私たちもちょっとね、あの告知に追われておりまして、はい、あの今になりましたが、はい、あの出張で、私は岡山倉敷美観地区っていうのは何回か行ったことあるんですけれども、ね、あゆこさんに勧めてたんですよね、私前から。そうなんですよ、あの、本当にあの風情があって素晴らしいところだから一回行った方がいいよっていうふうにずっと、あの美和子さんから教えていただいてたんですけど、なかなか機会がなくてですね。そうですよね。でこの度、あのちょっと前にお仕事で、私も美和子さんとその倉敷の方へご同行させていただけるっていうチャンスが巡ってきたのではい、はい、いそいそと車を飛ばしていきましたよね。そう、もう今回もね、長距離あゆこさん運転、まあ初というか、そうだったかな。そうでもないか。いや、あのまあ、2時間、まあ、兵庫県なので我々、兵庫からお隣の岡山、高速で2時間強とかですかね。そうですね、ぐらい、空いてていい感じで2時間強だったかな、行ったんですけど、はい、あの美観地区という有名な観光名所のところに行って、来たんですけれども、はいはい、いやもう美和子さんおっしゃる意味がすごくよく分かって、よかった。なんか、すごく風情があって素晴らしいのプラス、あのごちゃごちゃしてないっていう、あ、なんかおっとりしてるというか、そうあの時がすごくゆっくり流れてるような、急かされてる感が全くなくて、そうですね、居心地が良かったなと思いますね。確かに、あの行った日がね、9月の20日過ぎぐらいだったんですけど、だいぶ前ですね、だいぶ前ですねもうほんまに。なんですけどね、あの確かにおっしゃるように、あのまあその時の人でもそんなにいなかったっていうのもあったかもしれないんですけど、はい、あのゆったりとなんか落ち着いた、もう磁場がなんか落ち着いてましたよね、落ち着いてましたよ。なかなかそのまあ地域としては美観地区としてはそんなに大きくはないんで、もうほんと散歩してぐるっと回れる、あの範囲なんですけども、はい、まあ、そこに水路があったり川があったりね、川があって、そこにこう、あのなんていうんですかね、渡し船みたいなね、あの乗り物乗れるしね、はい、あの人力車があったりとか、まあ、本当にあのちょっと非日常的な空間でしたよね。本当におっしゃる通りで、そう、まあ、あのなんか時代劇の撮影場所によくなったりとか、まあ、いろんなこうあのそういう、ね、あの映画とかドラマとかにはよく使われるということなんですけど、はい、まさにまさにそれを感じましたよね。いや、もうもちろん感じましたね。で、まあ、その中で、私は何をお話ししたいかというと、はい、人力車のことを言いたいんですよはいはい、人力車ね。人力車も人生初かな、あ、そうだよね。美和子さんはもうご経験なさってて、でこれもまあ絶対やった方がええからということで乗せていただいたんですけど、どうなんでしょう、皆さん乗られるんですかね、旅行先と。いや結構ね、あのね、私はねやっぱりこういう仕事するまでも一切もう眼中になかったんですけど、例えば京都とかやっぱりそういうあの観光地に行くと割と人力車ってあったりするんですよ、ですけど私もこのお仕事するようになって、あの岡山の美観地区で前に行った時にね、初めて乗らせていただいたですね。あ、なるほどなるほど。そうそう、ですごい良かったので、でまあこれもちょっと前のヘリコプター体験とちょっと似てるんですけどもね、まあ、あゆこさんにぜひこうちょっと違った抽象度の視点になれるっていう意味では、すごくいいと思ったんでおすすめしたんですよ。いや本当そうでしたね。どうですか、あれですよ、すっごい、あの気持ちいいんですよね、風を切って走っていく感じ。いや本当にね、あの日お天気割と良かったんやかな。良かった良かった、ね、それでね、その人力車のお兄さんも本当尊敬するんですけど、いやこれあれすごいお仕事ですよ ね、めちゃめちゃ感じ良かったんですよね。そう、それで、あのまだ9月の下旬でしたけど、はい、お客さんの我々にはマスクを取っていいですよと言ってくださったので、はい、私たちは撮ったんですが、その人力車の方はつけたまま走ってる。でも布のね、その岡山のね、あのそこの名産のというかね、生地のね、分厚いのつけてはっ
て、いや大丈夫かっていう、ほんまそちらこそ取ってくださいって言いたかったぐらい汗かいてね、うんうんうん、あのしかもあえて運ぶだけじゃないんですよね、そのそうなんですよ、そのここはどんな建物でとかね、もうその全部何役こなすのっていうね、あのガイドであり私たちのこうなんていうの導き手であり、なんか、うんうんうん、しかもこう荷物を重たい私たちをね、うん、運ぶ人でありっていう、しかもこう自分の足で、うん、でこれがですね乗り心地どうでした、思ってたの最高でしたね、なんかね、うん、なんかもっとガタガタするんかなと思ったらね、ヘリと一緒で安定感すごいし、うんうん、今回の人力車は言いましたけど風を切るのがまあ気持ちが良くて、そうで、あの絶対観光客自分で行っただけじゃ味わえない、うん、本当にディープなところまで行ってくれて、うん、あそうで毎回そのハトバスみたいに途中で止まって、うん、ここはこういう昔こういうところがあったからこういう背景で今こうなってるんですよとか、うん、歴史をすごく語ってくださったりとか、うんうんうん、あのもう言ってしまえば、はい、観光客の利益100なんですよそうですね、なんかそのね、そのお客様のね熟知されてるので、うん、どこのスポットで写真を 撮ったらいいのかとか、うんうん、もすごくご存知で、うん、で、あ、じゃあ今から撮らせていただきますって言ってもうね、ね、手慣れた感じで、何回もそのちょうど映えるとこを背景に写真を撮ってくださったりとか、ちょっと人がはけたところ今やって感じでね、そう、またもうなんてそれも全然無理がないし自然だし、うん、すごいこうあの話も押し付けがましくもないしみたいなね、すごく、うん、あのなんていうかな、お上手と言ったら上からですけど、うん、いやなんて気持ちのいい、そうですよね、接客をしてくださるんだろうなというか、うん、そうその人力車気持ちよかったけど、そっちじゃなくてそのお兄さんの方が気になるわ、うん、どうしてそれをあの、ね、そのスキルを得たのっていう、本当あの、ね、すごかった、本当にね、多分その、まあ、私は素人だから分かりませんけれども、うん、いやそらね、チャリンついてる言うてもね、ものすごい重いじゃないですか、重いでしょうね、しかもそのね走り方もね、もう本当に全然こっちが苦にならないスピード感で、その出だしとか止める時も、うん、もう止める時しんどいなあれのなと思って見てたんですけど、 あれすごい技ありでしたよね、技ありですよ、ブレーキかけるのね、自分の体重かけてこう、ね、そう止めていく、その時にものすごい足の筋肉とかね、まあね、そのちょうど私たちの座ってる椅子のところから、うん、人力車のお兄さんの背中がずっとこう走ってる、お尻と背中がずっと見えてるわけですよ、うんうんうん、その背中にちゃんとあの倉敷の蔵マークが入っててね、うんうん、あのいやもうなんかなんて言うんですか、あの本当にお姫様になったような、うん、なんかもうすいませんなんかはって思ってしまうんだけど嬉しいみたいなね、はい、で横にあの普通の歩いていらっしゃる他の観光客の方がいらっしゃるんだけれども、うんうんうん、その間をちょっとすいませんって感じで縫うように、うん、私たちだけ座ってる位置がちょっと高くて、うん、で高すぎず、うん、で大きなタイヤなので、うんうん、なんかね、なんて滑らかなんですよね、うん、滑らかですね、全然揺れないというか、うんうんうん、でスーッとなんか湖の上を船が行くような雰囲気のなんか乗り心地、うん、でお兄さんもそう走ってくれてるみたいな、うん、でそれでもすごく穏やかにいろんな、ここの建物はこういうことでとか、ここのお店はこれが美味しくてとかね、うん、言ってくださったんですよね、はい、はい、もうそういうふうにもう大放出してくださいましてで、まあ、そこだけじゃないんですよ、私たちがね、うん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 、感銘を受けたのは、うん、でまあ回り終えましたとなって、はいはい、でありがとうございましたっていうふうになった、うん、ここからがすごくてですね、うんうん、あのまあいろいろその人力車側の方からしたらこう告知をしたいことがいろいろあるじゃないですか、うんうん、そうですね、うんうん、その押し出し力が素晴らしかった、うん、そうだよね、うんうん、あそこまで全く嫌味のなく、うん、かつ確実に押し出せる力の強さ、うんうん、確かにそのバランス感覚が私はすごいなと思った、うん、いやでもそこをちゃんと見てるあゆこさんもやっぱりもうフリーランスのプロだなっていう感じしますけどね、だけどおっしゃるようにあのすごくそういう同じようなその告知とかご案内でも嫌になって逃げたくなるような言い方する人もいれば、うん、あのやっぱり
やっぱ人によると思うんですけどね、うん、あのお兄さんは素晴らしかったと思うんですよ、うんうん、例えばどういうとこが一番良かったんですか。なんか、うん、その私たちがあの乗せてくださった人力車さんは、うんうん、全国つつ裏裏、うんうん、そのチェーン店っていうかな、京都にもある、同じ会社でよく、うん、言ってはりましたね。その系列があるので、なんか、うん、その会社の説明を結構詳しくしてくださって、うん、そういう全国こういうとここういうとこにあるので、うん、でなんか旅行とか行かれますかみたいな、うん、行かれるんでしたらここの会社言ってもらったらこういうポイントがどうでとか、うん、あのこのポイント全部貯めるとこのシールがどうでみたいなこととかを、うん、話してくださるんですけど、うん、全く闇がない。そうだよね。でも伝えるべきところは確実に伝わってる、うん、そのつらつらと普通、うん、なんていうかな、一定のトーンで、うん、結局この人は何が言いたかったんだろう、うん、またお客さんにって分からなくな、うんうん、分からない時ってあるじゃないですか。ありますね、あります、あります。ただそんなことは全くなく、その人力車のお兄さんにとってここのポイントはお客さんに伝えなあかんっていうポイントが、うんうん、私に明確に伝わった。素晴らしい。それはなんでだと思います？なんで？なんかね、私が思うにはですよ、うん、あのその一つの答えじゃないかもしれないんですけど、うん、やっぱりね、私そのお兄さん自身が、うん、そのポイントとかね、ここは大事っていうポイントを自分がものすごく本当にそう思ってるからなんですよ。なるほど。例えば言わされ、いくら会社の方針とかでも、うん、あの自分の本音はそんな言いたくないなとか、そんなことないのになと思いながらその商品褒めなあかんとかさ、うん、っていうのってものすごい出るんですよね、うん、そういうものが。だけど、うんうんうん、やっぱりものすごくいいものを、いいものなんだよっていうことをその人に伝えたい、うん、いいものだから分け与えたいじゃないですけど、そういう根っこのところにね、その言ってることに対するすごい信頼とか自信とか、うん、すごいそれがあるんだろうなと思ったんですよね。なるほど、うん、なんかだからその日、それこそね本当に非言語でね、はいはいはい、そこまであゆこさんがおっしゃるには、あゆこさんにとってもやっぱりその彼のその人力さんのお兄さんの非言語のエネルギーっていうのをちゃんと感じたからだと思うんですよね。うん、うん、やっぱりそこまで気持ちのいい方だったら、うん、その告知の話って正直我々そんな9月下旬に行ったものを、うん今1ヶ月もっとですね、2ヶ月ぐらいか経って覚えてないけど、うん、まだ覚えてて、そうだね、やっぱり今度そこ行ったらあのお兄さんとこ言ってはったから乗ろうかなって、そうなんですよ、自然と思わせる力があるっていう、そうなんですよね、ここがすごいなと。そう、結局最後その 人であるっていうことになるんですけど、その人がどういう意識で発信してるかっていうことによって、うん、絶対キャッチする側は、うん、あの何か伝わるっていうのはすごい今回思われましたよね、うん、はい、うん、でやっぱりさ、完全なるこれサービス業じゃないですか、うん、もうあのもう知識は得られるし気持ちいいし、うん、なんかもうものすごい得した気分じゃないですか、うん、でこれに対する対価は当たり前で、うん、あのすごい有意義な豊かな時間を私たちはいただいたなので、はい、やっぱりこうやって未だに何ヶ月か経っても、うん、この話しようと思えるってことですよね、うんうん、だから本当にこのね、非言語というかその背景にある抽象度高い世界観っていうのは、うん、人を豊かにするんで、うん、あのちょっと今日ね、あの私たちの体験を通して皆さんにちょっとねシェアしたかったかなと思います、うん、はい、大丈夫ですか。はい、これぜひ人力車乗っていただきたいですねそう、あのヘリコプターも乗ってほしいけども、まあ人力車の方もね、これはこれでまたすごいいい視点になれたんですよね、うん、うん、すごく気持ちよかったですよね。はい、はい、いいですか、はい、なんかちょっと結構今日オーバーしちゃいましたけれども、はいはい、またこういった話をあゆこさんぜひたくさん体験してらっしゃるので、あ、そうです ね、はい、次回また皆さんにもちょっとずつお話ししていきたいなと思います。はい、ではありがとうございました。はい、また次回もお楽しみにしてください。はい、お楽しみに、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもとっておきの情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。